前奏曲 S97 は、フランツリストにより1854年に作曲された、公共詩13曲あるリストの公共詩の代表作である。人生は死への前奏曲という考えに基づき、リストの人生観が歌い上げられている。原曲は、男性合唱曲、四大元素のための助曲として、その合唱曲に使われた主題を用いて1848年に、 作曲された楽曲である。後に、これを改訂した上で独立した公共誌として発表する際に、ラマルティーヌの詩指摘名奏録を再構成した上で楽曲の表題として付加した。初演は、リスト自身の指揮により1854年にバイマルで行われた。フルート3、オーボエにクラリネットにファゴットにホルン4、トランペットにトロンボーン3、チューバ一。 ティンパニ、小太鼓、大太鼓、シンバル、ハープ、言語部曲は2つの主題を用いた4部構成の形式を持つ一種の変奏曲とみなすことができる。第1部は低音楽器が死へと向かう人生の始まりを暗示する主題を、そしてホルンが深い主題で愛を歌う第2主題を奏し、変奏する。第2部は人生の嵐が描かれ、激しい嵐に、 金管楽器のファンファーレを加えて、全曲中のクライマックスを迎える。第3部は、嵐の後の慰めの音楽で、ホルンの穏やかな旋律に、静かで平和な田園生活を描く。第4部は、運命に果敢に挑戦する、勇ましい行進曲。高音楽器が急速に音階を上下する中で、金管楽器が、華やかにファンファーレを奏し、続いて、冒頭の主題から変装された。 全合奏の更新曲へ発展する。最後は速度を落とし、死の主題を変形した旋律を高らかにそうして、花々しく曲を閉じる。終盤のファンファーレの部分は、ナチ政権下のドイツで、ラジオ特別放送やニュース映画で、独ソ戦宣教発表時の開始音楽として使用された。そのため今日でもこの時代を題材にした映画や、演劇などで耳にすることがある。 ありがとうございます。